こんにちは、ブラックパレードの良平です。プロジェクトスポーツグライドエピソード8ですね。この間やっとコブサの方でペイントの方が終わったやつを見てもらったと思うんですけれども、これをですね今から取りに行って、そのままメガトーカさんの方に持って行って、で早速組み付けをしていただこうかなと思ってます。多分2日ぐらいで組み上げていただく予定で、もうすでにパウダーコードとか上がってる部分とか、前回から追加でウインカーを LED にしたりだったりとか、まあ、こちょこちょすでにもう作業はしていただいてて、でトリプルツリーもパウダーかけましたし、フェンダーストラットとかその辺もやってもらってるので、あと多分外装組んだら終わりかなっていう風に思ってるんですけど、一応土曜日あさってですね納車予定だったんですが、ちょっと天気が微妙なんですよね。なんでまあ、ね、無理に雨の中乗ってジョインズ前に動かしてもあれなんで、まあ、その辺はちょっと天気と相談しつつ取りに行けたらなと思ってます。じゃあとりあえず早速コブさん行ってみます。というわけでメガ東海さんに持ってきました。こんな感じで今スポーツグライドの方がこのトリプルツリーのパウダーが上がってもう組んでもらってて、ヘッドライトトリもブラックのものに変えてもらってて、だいぶ引き締まった感じになりましたね。あとウインカーもお話ししてたみたいに LED、 これここからスモークのカバーがついて黒くなりまして、あとはサスを本来のスポーツグライドのやつに戻して、あとここのミッションカバーですね、これを黒いセアリの黒に変えてもらって、でちょっとこっちにあるんですけども、フェンダーストラットもグロスブラックでパウダーコートしてあります。でこの辺のダビーカバーとかはまたちょっとお楽しみでお願いします。こんな感じですね。じゃあここからちょっともうこの組み付け後はジョインツでお披露目になるので楽しみにしててください。ぜひぜひじゃあ皆さんジョインツ来て現車を見てみてください。よろしくお願いします。